オバマ大統領はこの日米首脳会談に先立って皇居で天皇皇后両陛下と懇談しました。午前9時20分です。皇居前にオバマ大統領の車列が到着しました。白バイやパトカーなど多くの警察車両は先導する形で皇居の中へと向かっていきます。皇居宮殿に到着したオバマ大統領は出迎えられた両陛下と笑顔で握手を交わしながら、またお会いできて嬉しいですと挨拶しました。政府主催の歓迎行事では両国の国歌などが自衛隊によって演奏される中、国賓を迎える栄誉礼を受けました。その後、竹の間に移り両陛下と懇談しました。宮内庁によりますと、大統領がまず陛下は何か運動をしていますかと尋ねたところ、陛下はテニスをやっておりますと答えられたということです。両陛下がオバマ大統領と面会されるのは就任後初の来日となった2009年以来2回目で、夜には両陛下主催の宮中晩餐会が行われます。